はい、おはようございます。ひげちゃんです。眩しいわ。まあ、まだ昼のね12時なんでね、今日は祝日なんですけど、明日ね横浜の方6時半着なんで、移動日ですね。今日は参りします。というわけで、昼間のね休日の高速を移動するだけでございます。まあのんびり行きましょうか。向こうで8時間以上こう休息取れるような時間で着こうかなと思ってますんでね。はい、行ってきます。早いね。もう夕方ですわ、4時前。早いな、4時間走ってきて、今浜松まで来ました。ご飯をいただこうかなと思うんですけど、今日はねもうママチンに朝お弁当を作っていただきましたんでね、もうそれ食べて次に向かいます。よっ、じゃん。おにぎり、今回はねこれホットにしてるからあったかいです。お、ほかほか。これはほんま使い勝手がいい。うん、ちょっと入れとくのにはね、もうちょっと電気消しとこうか。さあ、ほかほかのおにぎりでございます。おいしい、おいしいけど、ほかほかご飯やからもう固まってないね。やっぱりボロボロ美味しそうやから、めっちゃうまいわこれ。具はスパムです、スパム。はい、お弁当と。この辺を軽く食べて、今日は横浜、神奈川の方のパーキング手前の方にちょっと泊まっておこうと思いますね。久々になんかちゃんとした富士山を見たような気がする。明るい富士山久しぶりかもしれないですね。もうあれですね、だいぶ山頂の雪も溶けてきてるんですね。なんか一気に寒かった思ったらあれかな、もう一気に暖かくなってきた感じやからかな。いや結構雪残ってないですね、上の方ね。いや綺麗な、久々に見たけど、やっぱりあれ最近見てないな思ってたもん。あれかな、来た時は夜とか走ってたかな、この辺を。ギリ明るいうちに来れてね、久々に見れました、拝めましたね。まあ鮎沢えげつないわ。そんなまだね7時前やねんけど、もういっぱい、こんないっぱい。祝日とかってねマシやと思ったんやけど、ここはやっぱ夜とかもう昼間、真っ昼間とかじゃないと止められへんね。平日とかもこの時間も絶対無理やね。これまだ入れ替わりもある時間帯っちゃ入れ替わりのある時間帯なんやろうけど、全くもうギリギリ端っこの方をなんとか1個開いとったけど、強烈やねここ。まさかこんなもん埋まってると思わんかった。
はい、今回は初めて鮎沢パーキングへやってまいりました。今回は麻婆豆腐と唐揚げの定食でございます。スプーンレンゲを忘れましたねいや今回ね初めて、このね鮎沢とかね、そういうところを来させてもらったんですけど、こっちの方は本当にパーキングエリアがいっぱい。ほんとね、ここもね、あのご飯食べ放題、あとねお味噌汁も食べ放題、まあ飲み放題かな。なんでぜひ行きたかったんですけどね、これ平日の夜はもうほぼほぼ無理かなっていう感じがしますね。いやほんでね、この唐揚げも美味しいですしね、麻婆豆腐も非常にご飯が合うからね、ご飯食べ放題、これ非常に合いますね。早々にご飯を平らげてですね、当然のようにおかわりに行ってまいりました。めっちゃ腹立つ顔やわ。まあご飯食べ放題でね、ご飯をおかわりしないというのはね、もうお店側に失礼に当たりますからね、これはね。いや値段も安いですしね、メニューもまだまだ豊富にありますから、またね、ぜひ行きたいなと思うパーキングエリアでございます。あったかいメッセージ付きでね、富士見食堂、またぜひ来てください。今時刻はね19時ぐらいなんですけど、やっぱり20時までに食べなあかんっていうドライバーさんがまあほとんどでしたんでね、まあ駆け込みでね来られる方もおると思うんで、まあできたらね長い時間やってほしいなというのが個人的な意見でございます。今日は2月の12ですね。金曜日、もう金曜日ですね。昨日祝日やったんでね、まあ今日は鮎沢からスタートで、昨日ねあの横浜卸の荷物をもう、ま、参りでねここまで来てたんで、まあ1時間ぐらいでねあとは卸地に着くので、まあ今時刻は、何時だ、5時前ですね。まあそれぐらい6時ぐらいにまあ現地入ろうかなという感じです。まあ一応指定が6時半ぐらいになっとったんでね、まあこれぐらいのところまでねちょっと逆に来とかないと今日動ける時間が少なくなるんですよね。もうそういうのがあるんですよ。もう1日でねもう15時間、16時間を超えたら絶対上がるので、もうそういう意味ではね行ける時には行っときたいっていうのがあるんですよね。もうかといって行ったら行ったで関東の方はねサービスエリアがほんまに空いてないですね。ほんまにスペース空いてないですわ。これはやっぱもっと増やすなりね、ほんま12時落っこちのねああいう制度なくしていかんとね、ほんまきついわこっちは。戸塚料金所の前、戸塚パーキングに来ております。ここね大型1台だけなんですけど、運よく1台止めることができまして、ちょっと朝なんですけどね、あのここラーメンあるみたいだから朝ラー食ってみます。朝ラーすごい交通量やもん、ここいっぱいやもん、乗用車ももう大型なんかほんまラッキーやね。いやこの辺ほんまがっつり止まりまくりやもんね。こんな感じ、朝やから静かや。はい、今回は朝ラーいただいていきます。午前10時ぐらいなんでね、お客さんはいないんでゆっくり食べれますね。今回嵐げんこつラーメン豚骨醤油ってのいただきました。スープがね非常に濃厚、私好みの美味しい醤油豚骨でございますよ。
朝から非常に贅沢でございますね。今回ね、卵いっぱい入ってるでしょ。これはね、JAF 会員でございますね、私。JAF カード提示するとトッピングが1個無料になりますよ。はい、こちらね、何のラーメンだれかなと思ったら、これとニンニクがかなり効いております。ちなみにトッピングにはこのニンニク入りのねラーメンだれを大量に入れれるっていうのもあるんですけど、まあ今からお仕事なんでね、私さすがに自重いたしました。はい、こちら見るからに濃厚そうなこのスープ、このね、あのニンニク入りのねラーメンだれを混ぜるとさらにパンチが効いて美味しくなります。まあ今回ね、あの奇跡的に1台枠がね、あの空いとったんでもう止めれたんですけど、まあほんとね、次来る機会はもうないんじゃないかなと思います。多分ユニークな自販機、あ、ない、コーヒーでも一杯、コーヒールンバ流れてるし、あ、なんか、あ、なるほどね、中が見えてんねやこれ。お、アップになった、アップなったで、あ、蓋できた。あ、運ばれてきて、あ、出たそういうことね、ありがとうございました。あっち、というわけでね、まだ多分ね、ここでちょっと4時間ぐらい休息一発入れてから、まだ決まってないんですよ決まってないんで、多分昼以降確定なんで、でもう昼以降4時間ぐらい待機しとったら、まあ帰りも分割でね、休息少なめで取れるんで、もうそういう時間調整もね、やっぱこういうのは必要なんですね。うん、もう何事もね、経験でございます。もう何でも屋さんはね、もうまだ決まってないとまあ特になんか今はね、どこも仕事が薄いっていう感じなんで、まあそういう感じだと思いますわ。うん、まあ気長に待ちましょう。ああ、うまい。初の千葉県は市川に上陸するヒゲちゃん、旧友に会いすかさず下手に出る卑劣な男はそこにいた。次回ヒゲちゃん、千葉から大阪へ旧友との再会、タメ口後輩堂々と飯をおごってもらうけど、お前はもう食べている。全国のヒゲちゃんファンの皆様、お待たせいたしました。天才ボヤッキー様の登場でございますわよ。チャンネル登録しないとお仕置きだビー。